イオントラップ。この画像のものは量子コンピュータの実現に向けた実験に用いられる。イオントラップとは電場や磁場を組み合わせて家電粒子を捕捉する装置を言う。この時、K は外部と隔離させることが多い。イオントラップは質量分析法や基礎物理学研究、量子状態の制御など様々な科学的目的で用いられる。 電場と磁場を組み合わせたポテンシャルを用いるペニングトラップと静的電場と振動電場を組み合わせたポテンシャルを用いるパウルトラップの二つが最も普及している。ペニングトラップはスペクトル分析において精密な磁場計測に用いることができる。量子状態操作の研究にはパウルトラップが使われることが最も多い。これにより、 イオントラップ型量子コンピュータの実用化が目指されており、すでに実用化されている技術では、世界で最も精密な原子時計に用いられている。電子中にイオントラップを用い、陰極の非イオンによる劣化を抑えることもできる。質量分析系に用いられる、線形イオントラップコンポーネント。イオントラップ型質量分析器には、ペニングトラップ、パウルトラップ、 キングドントラップを組み込むことがある。2005年に導入されたオービトラップは、キングドントラップに基づいたものである。他の方の質量分析機でも線形よえ、極イオントラップを選択的質量フィルターとして利用することがある。不クは質量分析機ペニングトラップ装置の例。ペニングトラップは、加減粒子を強い均一な光軸磁場を用いて、同型方向に閉じ込め、酔え、 極電場を用いて軸方向に閉じ込める。ペニングトラップの名はハンス・ゲオルク・デーメルトと共に初のトラップを建造したフランス・ミシェル・ペニングにちなむ。ペニングトラップはイオンおよび安定な家電、アゲンシ粒子の物性測定に適している。デーメルトその他の研究者による電子磁気モーメントの精密測定は近代物理学における重要なテーマである。ペニングトラップは 量子コンピュータ及び量子情報処理に応用でき、セルンでは半物質の貯蔵に用いられている。ペニングトラップは、イオンの質量電化比を同定する、フーリエ変換イオンサイクロトロン、共鳴質量分析法の基礎となっている。エレクトロスプレーイオン化を用いた4源と、パウルイオントラップを用いた、イオントラップ質量分析器の模式図。パウルトラップはえ、極イオントラップの一種であり、 性的な直流電場と高周波振動電場を利用する。パウルトラップは質量分析機の構成部品として広く用いられている。三次元よえ、極イオントラップの発明はボルフガング・パウルに解せられ、彼はこの業績により1989年のノーベル物理学賞を受賞している。パウルトラップは二つの焦点が互いに向き合った双極面型金属電極と これらの中間の双極リング電極からなる。イオンはこれら3つの電極の間に振動電荘と静的電荘により閉じ込められる。オービトラップ質量分析器の部分的断面、キングドントラップの例。キングドントラップは、細い中心ワイヤーと外部円筒電極、両端に位置する絶縁されたエンドキャップ電極からなる。静的電圧を印加すると電極間に、 放射状態数ポテンシャルが生じる。キングドントラップでは、イオンを蓄えるためのポテンシャル最小焦点が存在しない。その代わり、イオンは有限の核運動量を持ち、因果された電状により安定化された、中心ワイヤ周りのトラジェクトリーに蓄えられる。1981年、ナイトはイオンを、トラップの軸方向に閉じ込める、高軸よえ。 極光を加えた修正型外部電極を導入した。動的キングドントラップには持続的に家電粒子を貯蔵するために強いデフォーカス AC 電圧が追加されている。動的キングドントラップでは粒子がフィラメントに対する核運動量を持っている必要はなくなる。オービトラップは修正型のキングドントラップで質量分析法に用いられる。アイデアは提唱され、 コンピュータシミュレーションも実行されているが、キングドン型でも、ナイト型でも、質量スペクトルが得られたという報告はない。シミュレーションでも、質量分解能が問題となるであろうことが、示されている。1958年頃アルミ被覆 CRT が導入されるまでは、テレビ受像機には、輪行スクリーンを、イオンから保護するためにイオントラップが用いられていた。 輝度を最大化するためには、イオントラップを繊細に調整する必要がある。量子コンピュータの開発に向けた実験の中には、イオントラップを利用するものもある。イオントラップ型量子コンピュータではキュービットと呼ばれる。量子情報の単位は核イオンの安定状態に蓄えられ、空論力により相互作用し合うイオンの集団的量子化運動を通じて処理及び伝送される。 キュービット状態間のカップリングもしくは内部キュービットと外部運動状態との間のカップリングを有機するためにレーザーが因果される。ありがとうございます。